トニーマ・マカパインは、ハードロック、ヘビーメタルの分野で活躍するアメリカのギタリスト、キーボーディスト、父、母、共に黒人。幼い頃からピアノとバイオリンの英才教育を受ける。ピアノでの即興演奏の増えてを克服するために、ギターを手にする。シュラップネルレコーズのマイク・バーニーにデモテープを送り、1986年にソロアルバムを発表しデビュー。 以後のソロ活動は順調であったが、2003年から2005年頃にかけてはスティーブ・バイのサポートメンバーとしてキーボードを弾いていた時期もある。2000年よりバニー・ブルネルやデニス・チェンバースらとキャブというフュージョンバンドを結成し、4枚のアルバムをリリースした。また、キーボーディストのビタリ・クープリのソロアルバムやマーク・ボールズのリング・オブ・ファイア、 デレク・シェディニアン率いるプラネット X のレコーディングなどにギタリストとして参加し作曲能力と演奏を披露している。2007年にはキャブのメンバーであるバニー・ブルネル、バージル・ドナティラと共にミッシェル・ポルナレフのバックバンドを務めヨーロッパを巡業している。2010年にはリング・オブ・ファイヤー、プラネット X などで活動したマーク・ボールズ、バージル・ドナティを含むメンバーと新バンド セブンザ・ハードウェイを結成。2015年8月、大腸がんを患っていることを公表し、ツアーをキャンセルした。2016年、ミッシェル・ポルナレフのバックバンドの一員として、ツアーをした。マカパインは、ネオクラシカルメタルの分野で影響力があり、その高度な演奏テクニックで知られる。ロマン派的なクラシカルミュージックとフュージョン等を織り交ぜており、また、 ほとんどのソロアルバムで彼が演奏するショパンの幻想即興曲等のピアノ曲が収められている。テクニック的には即弾き、スイープ奏法、タッピングなどが特徴的で特に頻繁に登場するのが低音源からスイープし最高音を右手人差し指でタップするスイープタッピングである。これにより通常はトライアドアルペジオを中心に組み立てる。 スウィープ奏法にセブンスコードの音などを交えることが可能となる。通常右手は人差し指と親指でピックを使うが、タップの時は人差し指でタップし、ピックを親指と中指でつまむ。日本では褐色のイングベイという別名で呼ばれることもある。現在、彼が使用しているギターはアイバニーズ製の6、7、8弦ギター。アンプはヒュースケトナー製のスタック。 現在は、アイバニーズとエンドースメント契約を締結しているが、かつては、PC リッチやワッシュバーン、カービン等を使用していた。カービンと契約し、プラネット X で活動していた頃から7弦ギターを使用している。ありがとうございます。